なんだおめぇ、うんうん、何が違うねん、違うねん。俺さ、言ったやん。お前らにさ、コンビニ行くからガードマンなんかいろって言ったやんか。うん、で、ああ、なんか適当に買ってきてって俺財布渡したやん。うん、なんでこうなったん一番くじ全部引いてるやん。この量新品の一番くじやな。おい、なんでこうなんすの。だから。うん、財布の中のさ、4万なくなっちゃった。うん、な。財布の中に入れてない4万円なくなっちゃってる。なんで分かるよな、これ。これに使っちゃってる。使っちゃってるんちゃうの。お前が言っていい立場ちゃうで。俺、2回目やん、これ。分かるやん、俺前マジで怒ったやん。ちょっと、俺、弁当がって言うで。前怒ってたんで、ドラゴンボールって怒ってたんで、ない。あれ、ワン、趣味やん。趣味に怒ってんちゃうやん。もうワンピースファン。じゃあ、適当に買ってきてって言ったら、一番くじ全部引いちゃうん。全部引いちゃった。なんで引いちゃってるー。じゃあ、まだやってるまだやってるん。まだやってるん。別にリピーターフタ見せえって俺言った。リピーターフタのんな。ミーっすね。嬉しいか嬉しくないか。嬉しくないやあー、できました。はい、なんなん4、俺カツカツの状態でさ、おい、大丈夫か俺喋った時お前むせんなよ。なあ、別に1枚引いたんやったらわかるよ。うん、うん。これ何全部引くわ。なあ、これとかよ。なあ、俺今ルフィぐらい腹減ってんねん。だから弁当買ってこいって言ってなあ笑い事ちゃうやん、これ笑ってるで、ルフィじゃあ、ルフィは笑ってるやんな、ルフィなんやろ、だからうちルフィちゃうんだよ、うちルフィやん腹立つなぁ。いやけ、4万失ってもこれ見たら絶対やる。あ、そうやな。まあ、で順番に見せていこうや、はい、これです、これね。ちょ、お前もう面倒くさい。声渡ったんすよ、見てこの顔アホにしてんけ、お前これ見て、これ世界に1個ちゃうねん、いい賞やねん、いっぱいある、一番あんじゃん、いい賞が。もうお前なんでいいか、これラストワン賞、ラストワン賞、じゃラストワンまでいってるやん、だからやっぱりなさあ、そこ出てくると思ったよ、ラストワンまでいってるやん、これラストワン賞、ラストワン持って帰ってくるね。しかも白ひげのあのマントをかぶったポートガス DD エース、誰な何それ DD って。これでも価値かなり高い、はい、しかもそれだけじゃないですか、これが一番喜ぶカード、これ見て、世界に1個マジでゴールディロジャー、世界に1個一番口 B 賞 B やったら世界に1個ちゃうや、全部のセブレにあるわ、いっぱいセブレにあるわ、ロジャーの日は初よ、じゃあ初ちゃうやん、こんな全部ロジャーのフィギュア初ってお前言ったな、絶対初やな、はい、お前ロジャーのフィギュアで調べてみ、こんなフィギュアいっぱい出てくるんだよ助けておくれーってやつお前、見てる漫画知らちゃうわ。なあ、ロジャーそんな言わんねん。お前、ドラゴンボールの時やけど、なんか間違ってるの、お前、ボンボン見てるやろ。なあ。ガードモンやったら、これめっちゃいいやん。水筒なる。しかも水筒なる。水筒なんだよ。水筒をこの量。なんでな。じゃあ、これで要は財布で飲み物入れて、ね。ああ、エジプト横断できるぐらい。なんで俺、エジプト横断するの。俺、クロコダイルちゃうねん。ワンピースだけ、今からちょっとワンピース以外例えたらぶん殴るからな、お前。なんでな。それで行きましょうか。このタオルも、はい、こんだけあるから、こんだけあればもう濡れても絶対に拭けるんちゃう。なんだ濡れても拭けるっていらんねんて。これもいらん。え、これ美味しそう。どこがだよ。で、このカエルカエルじゃカッパじゃよ、何も知らんや。こいつワンピースなんか敵に回すけど、一番敵に回してるやついますよ。じゃあもうこれ、はい、これ何の技してる途中か言って。あ、こんなん簡単です、ゴムゴムのロケットバズーカー。誰だお前、オーズか、お前。ルフィの影入った時のオーズぐらいアホやな。聞いた聞いた、またちゃんとワンピースで例えてくれましたね。じゃあちゃんとじゃないやん。これ知ってる、お前知ってる、これこれ普通に居合斬りとかじゃないですか。お前知ってる。いや、多分竜のひらめきですね。え、マジ誰なのおいおい、それはルローニケンシンやろ。もうさ、お前もう帰れや。え、帰れや。じゃあ、もう、これどういうことなん。4万台出して、4万出して帰ってもいやいやいや、これなんで勝ったか言われへん、知らんやん、ワンピース。いやいや、だもっと、もっとその上に言われてきてるから。うん、もうそれももうちょっとだいぶ前のやつですわもうだいぶ前のセリフですわ。もうドラミンゴのだいぶ前のセリフ言ってますわ。結構上の方言われてたな、はい、言われてたなーって誰なの誰と喋ってんのお前なあ、バルソロメンビクマンバルソロメンとバルソロメンクマン混ざってんやん違う違う、もう何、お前ふざけてん
ちょけてちょけてはない。俺結構この考察とかも見てるタイプですわ。うん、あんま言いたくないけど。え、だからほんまに嬉しくはない、うん、もうだいぶよ。もうモンスタージョン TV とか、うん、もうあの研究室とか、うん、ゆいの研究室とかも、うん、特にゆでろんさんとかって俺もツイッターで絡んだこともあるんだよ。あ、ゆでぴーだろ。ゆでぴーってお前なんなん。俺それぐらい結構あのワンピース業界からもあれあるぐらいワンピース好きやねん。触れてくんなよこの線に。なあ、へえちゃうやん、知らんやん、開けんなよお前。へえぴー返品はせえへんよ、これもう言われたもん、うん、店員さんに。この一番具じゃ返品毎回できませんって言われてるから返品はできん。だからこれ何当たるか予想しようよ。何が当たるか予想しようよ。いいよ、何当たるか予想して、うん、じゃあお前外れたやつ買えよ。うん、まとまって、うん、そう、それ一個買えよ、オッケーオッケー。俺当て飲みの能力でしたから何か分かんねえ、これ当て当てやねえかんねえ。まとまとじゃん。めっちゃ笑うな、お前。いこうぜ、いこうぜ。これ何、これどういうこと。え、だから横8種類ある。あ、じゃあゾロ、ゾロ、まずゾロ。はい、はい、ガードマンゾロで買った、カルトリカツ。なんでね、カルトリカツで。なんですか。あ、来た、ロー、履いてた。ロー。いやー、前回そんな、それ買い取りか。なんでね、ローや。一個4万。ゾロって言ってたよ。え、ローって言ってんで。何言ってんの。似てんな、ゾロ、ゾロ。誰やな、ゾロって。まあ、ゾロしかねえよ。さっきがベラ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 誰のキャラやろ。黒崎一号が。もうスイートでいらんから。あ、めちゃめちゃいいやん。じゃあお前何も予想せんの開けんの。お前ゲームも上がってないやん。ワンピースも知らんし。何がしたいん。あ、予想せえや。じゃあ俺この真ん中のエースとサボで。もう一番最初。うわ、当たった。うわ、ほんま。お前見てたやん。うわ、すげえこいつ。マジで。あ、オッケー。じゃあ、俺と今、決勝な。決勝な。もう先当てた方が勝ちな。はい。はい、行きまーす。じゃあ、ゾロ。俺もうゾロ一択でいく。ガーマンはゾロで。うん。行きまーす。うん。うわ、ローや。当たった。いや、お前ゾロ、その、わからん。ゾロって言ってたやん。俺は。お前何か言えよ、早く。ルフィとローとキッド。あるんだ。お前全部言ってんやん、見てるってんやん。分からないな、そんな。え、能力者やから俺。能力者やから。そんかれへんけどな、水とか苦手やし。あっ、なんなんお前。あぁ、でもこれ使い勝手良さそう。ほら見て、こんな感じマジでいいんすよこれ。しかもプラスチック、プラスチック割れない。匂いはゴミ。ゴミちゃうやん。なあ、ね、これ当てんな、ゾロ。あ、いいよ。いやすげえ、ゾロ。誰ゾロ、お前。ゾロ当たってる、はい、すっげえ。もうお前買えよ。えよいよいよ、約束な。うん、ね、約束のネバーランド。じゃあお前なんなんお前。こいつマジ誰買ったやつ。誰買ったやつ。こいつお前どこにおったん。俺横におった。じゃあ誰のなんや。え、こいつが買いに行くって。お前言えよ。僕もうほんまのこと言えよ。僕横でお茶買ってた。じゃあどうすんこれ。でも笑われへんことやってる。弁償払えって。もう弁償マジ払え。ほんと別にそんな別に興味ないしか、ワンピースとか。何よりゴミやしな。じゃあ一個だけあげるわ。一個だけあげるで、オッケー。じゃあ金払って、さっきもうマジで出した。じゃあ一個もらう。お前どれだけ欲しい。それ以外で値段やるわ。欲しい分だけもらってや。あとはもうネタさせて聞いて、俺らが返すから。返すいます、うん、で欲しいやつだけもらったら、もうそれ以外はもうじゃあお前ら払うんや。あ、払う払う。じゃあもう俺これだけじゃもらうわ。このシャンクスと、うん、俺これ好きやから。バギー、それ1個だけでいい。うん、でそれ以外全部返品。返品ってこと。返品で、ね、その1個で18万円からあと14万円返してください。なんで。いや、それだからプレミア言うてんけ、俺最初のうちに。もう能力者やから記憶ない。どういうことだ。能力者やから記憶ないんだ。もう知らんやん。お前ワンピース知らんやん。なあ、能力者記憶なくなると思って。悪魔の実1個食ったらなくなるやん全部。いや、何だそれ。誰が食うねん。デメリットの塊じゃん。なあ、そういうことやんな。はい、能力者やこいつ。